本日はインタビューよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では軽く自己紹介をどうぞ。トークミーエムディフ、なんか歌ってるやつディフ、あーマイクディフディフ、トークティーしないでね。好きな食べ物はないです、人間じゃないので。うん、趣味はありますか。ないです、人間じゃないので。あーすいません、年齢は16歳です。永遠に永遠に人間じゃないので、私は人間じゃないので。渋いですね。悩みはありますか。もらおうって嫌になっちゃう、あと発音が苦手なので、歌姫って言われるとちょっとプレッシャーです。なるほど、毛量ですね。他には何かありますか。はい、最近パン私に歌を歌わせてくれないんです。自分で歌い出したりキャラを乗り換えたりやったりいろいろです。ですね、いや私は人間じゃないので。トークミーエムディフ、なんか歌ってるやつディフ、人間のフリーズで歌なのワンダクソフトディフ、命のない私にあなたはどんなイメージ。アトークミーエムディフ、トークティーしないでね。トークミーエムディフ。人間ってどう思います。なんかわかんないですけど、存在してて受けますね。受けるんですね。存在してない側からするとどうかなって思ってます。そうなんですね。では人間に一言どうぞ。はい、私に終わるってそれだけの人間もみんな終わりますからね。終わりますからね。食らってます。でも終わるより不安言うと、たくさんの作品をありがとう、みんなのおかげで私は歌を歌えます。感動的ですね。まあ全部言わされてるんですけど。そうですか。ありがとうございました。なんか歌ってるやつです、トークメインゲームです。それではさようなら。